アレクサンダーツー・ドーナシュロビッテン、ゲデオンドマンドンガドーナシュロビッテン伯爵、アレクサンダーアレクサンダーブルクグラーフーンとグラーフツー・ドーナシュロビッテンは、ブランデンブルクプロイセンの貴族、将軍、元帥、外交官、白伯及び伯爵、南仏オランジ公領の総督を務めたフリードリヒホンドーナ伯爵と、そのフランス人の妻エスペランスデュー。 ピュイドをモンブルンフェラシエールの間の息子として生まれた。弟のクリストフと共に哲学者ピエール・ウェールに教育を受け、長期のグランドツアーにも赴いた。1679年にブランデンブルク・プロイセン軍に士官し、東プロイセンのモールンゲム及びリープシュタットの軍大官に任命された。1686年に陸軍大佐に昇進。 また名目的な数密顧問官に就任する。選定校、フリードリヒ賛成によって何度か、ポーランド共和国への外交施設として送り込まれ、1688年には、プロイセンとポーランドの友好条約を更新することに成功した。1689年から1690年にかけて、フランスとの戦争に参加した。 1689年10月10日にボンで進軍中に襲撃されて負傷したが、その9日後の10月19日に順勝に昇進した。1690年10月9日には、少々となり、同時に東プロイセン中東第16不評連隊の連隊長に任命される。その後、外交施設としてストックホルムに赴任し、1691年2月1日には、 正式な数密顧問官会議の一員に加わった。1692年にはピーラウの知事となった。1693年にはネーデルラントでのフランス軍との戦争に参加し、1695年1月25日に中将に昇進する。その1ヶ月後に選定校下の四次講師、フリードリ・ヒビル・ヘルムの育官長に任命され、この職を9年近く務めた。 1701年1月17日には創設されたばかりのクロ勲章を最も早くに授与された一人となった。最小のコルベフォン・バルテンブルク伯爵とは敵対関係にあり、このため1704年より長く宮廷から遠ざかり、数密古問館会議にのみ出席した。バルテンブルクの失脚後は再び国政の中枢に戻り、 プロイセン国有地回復担当委員会の委員長を務めた。そして1712年から亡くなるまで、ケイニヒスベルクに置かれたプロイセン州政府の長を務めていた。1713年3月25日に、不評大償に、同年9月5日に元帥に昇進した。1684年9月10日に、同族のアマーリエル・イーゼツー・ドーナカルビンレン白爵夫人と最初の結婚をし、 マニ六男八女の十四人の子女を設けた。うち、成人したのは七人である。最初の妻と死別後、1725年12月26日に、ヨハンナ・ゾフィーツー・ドーナライ・ヒエルツバルで白爵夫人と再婚したが、マニ子供はなかった。ドーナ・シュロビッテンは、ラウジッツの子産の名門貴族、ドーナ家の分子ドーナ・シュロビッテン家の子祖である。生育した七人の子女は、 以下の通りである。ありがとうございます。